皆さんおはようございます。私がこの磯田康男72位になりましたですね、はい。66の時に外国大学へ行きまして、69歳で研究合格ということでこの動画作っております。私の、ね、趣味でやってるチャンネルですから、いろんな企画ね下に書いてありますけれども、全てどれでもね自由にどなたでも無料で参加することができます。ただその前にねメルマガ登録と動画登録やっておいてください。メルマガの中に、スケジュールと入るためのコードが書いてありますのでね、それを使って自由にアクセスしてみてくださいということで、ね、今日は何の話ということで、まあ、こういう感じですかね。いつも英語漫談をやっておりますので、たまにはちょっとね、もうちょっと英語の話もせないかんよなということも思ってます。最近ちょっと話題というか、まあ、情勢なんですけども、ね、円がどんどん安くなっていってますよね。で、まあ、コロナ騒動も落ち着いてきて、かなりこの外国からのね訪問者の数がもうぐーんとうなぎ上りにでも上がってきて、随分ね経済的にもそういう点で潤うようになってきて、まあ海外から見ましたら日本ってね安全で物価は安くて料理は美味しくて、社会インフラが整っててね、例えば落とし物なんかポッとしても次の日届くとか、そういうちょっと信じられないぐらいラッキーじゃないっていうか、コンフォータブルと言いますか、安全なセキュアな国だということで、まあ海外旅行人気ナンバーワンの国になってたくさん来られてるということで、当然ね英語を使ってそこにビジネスチャンスというのは生まれてくるわけですよね。大いにそれでね英語力をアップして、それを実用で実際の役に立てて、大いにね生活向上、あるいは出世、あるいはお金儲けやってください。はい、やってくださいね。と言いますとも、来月10月がね、英検試験ですよね。2級受けられる方とか、準1級受けられる方とか、1級受けられる方って、まあいろいろあるんですけども、まあね、英語そういう検定試験ね、まあまあそれなりに意味あると思います。私もやってきました。準1級と1級受けてきました。合格しましたけれども、やっぱりね、それから後ですよね。最大の問題っていうのは、まあ、別に何も、試験に合格するために英語の勉強してるわけじゃないですからね。あくまで英語力をアップして、そこで何をやるのかってことですよね。まあ、それを見られてる方がそれぞれね思いっていうのをお持ちである、あるいは目的っていうのをお持ちになってると思いますので、まあ英語試験っていうのはまあ一つのね試金石として利用していただいて、それで英語力をアップして、いかにして自分の目的とするところへ取り込んでいくかという、まあそういう話だというふうに思っております。ちなみにねまあ、そんなことで英語の重要性っていうのは本当に出てきてるんですよ。ますますね有利になります。自由に、使いましたらね。でね、まあ英検1級とかなんとか言ってますけどね、まあ英検1級レベルではね国際的に見てそんな大したもんじゃないんですよね。日本ではね結構なんか英検1級とちょっとこうステータスみたいになってますけど、あんなまあまあもうスタートライン程度のもんなんですよね。はい、その程度のもんです。ですから、そこからさらに上へ行っていただいたら、もっとこう実用的に使い物になる英文になっていくということですよね。でまだ英検1級にも届いてないという方の場合は頑張ってくださいね。頑張ってくださいね。頑張ってゴンゴンゴリゴリ言っていただかないと、道はまだまだ遠いというんでは、ちょっとね、キーとなりますよね。頑張って、ガリガリ言ってください。ということで、まあ、今日ちょっとね、英語の表現の話、ちょっとしますよね。割とね、日本人、まあ私も含めてそうなんですけど、間違いやすいというか、間違いじゃないんですけどね、ちょっとまあ不自然な日本語、ごめんなさい、不自然な英語、日本人がよく使う不自然な英語いうのをちょっとだけいくつかピックアップしてみたいと思いますね。割とこうよく使う、こういうのを言う人いますよね。We Japanese っていう言い方される方、結構おられるんですけれども、これはね、やっぱりはっきり言って、我々日本人はこうなんだぜ、お前たちはそんなこともできねえだろうという、そういうこう見下した感覚が印象として受けるんですよね。We Japanese と言った場合は、そういうことを、まあ、コノテーションね、コノテーション、暗示させてしまうわけですよね。ですからこれはあんまり使わない方がいいということで、じゃあどうすればいいのって言ったら、こうですよね、The Japanese、もしくは普通に Japanese というか、あるいは The Japanese というかですよね、そういうふうにしていただいたらいいということですよね。それとあと、よくメールなんかの最後に書くやつがありますよね、See you again、See you again ね。これはね、
あんまりいい英語じゃないんですよ。もちろん書いたから悪いとか間違えたそういうことじゃないんですけどね。というのはなぜもう一つこうあんまりいい意味に取られないかといったら、これって逆に言うと会えないっていうことを前提にしてるわけですよね。もうあなたとはもう二度と会えない、多分会えないでしょ、でも、まあ、万が一会えたらいいよねっていう、そういう感覚を印象を与えるんですよ。ですからこういうの書くと、なんだもうこいつ会わないつもりなのかと、まあそこまで思わないにしてもちょっとそういうイメージができますのでね、できるだけこの、See you again 以外の書き方、例えば、来週の日曜会うんでしたら See you the next coming Sunday とか、そういうふうにして具体的に書く、あるいは See you the next session とか、あるいは See you later とか、そういうふうにしていただいたら、なんていうのかな、変な印象を避けることができるということですよね。割と英語ってこう具体的なイメージっていうか、ピシッとこう、絞りたいというふうに考えてるんですよね。で、そこら辺で、もう一個その関連で言いますと、こういう英語がありますよね。I went to the sea yesterday で、まあ、これももちろんもう普通の英語で、何の文法上の間違いも何にもない英語なんですけれども、やっぱりこれちょっと変というか不自然なんですよね。で、どこが不自然かというと、The Sea なんですよ。The Sea って言ったら、こうやっぱ頭の中で広大なこう海、もう太平洋ダーッと広がった海っていう、そういうイメージなんですよね。ですから I went to the sea って言ったら、もうその太平洋のど真ん中をこう泳いでるとか、そういうようなこうイメージが湧き起こるわけですよね。だからなんとなくちょっとこう違和感ありますよね。で、じゃあ具体的にどういうふうに書いたらいいのって言ったら、こういうふうに具体的に書けばいいんですよ。I went to the beach。多分これ、ビーチ行ってるはずなんですよね。ですから、具体的なことを書いたらいいんですよ。でないと、ザスイって言うと、うおーこう、っていう、ちょっとね、イメージが広がりすぎちゃってるという、そこで絞ったらきちっとこう、あ、ピシッとくる、ああ、そうかっていうことになるわけですよね。それとあと、よく日本人が使う、あなたの趣味なんでしょうかというふうに聞きますよね。What is your hobby っていうね。まあもちろんそれももう、間違ってはいないし、正しい英語ですし、まあ意味ももちろん通じるわけなんですよね。だけれども、やっぱりちょっと、英語を第一言語とする方がそういう、大人同士の会話でね、聞かれると、なんとなくちょっと、子供っぽいイメージがあるんですよね。だからなんか、マイホビーって言ったら、例えば、カード集めてますねとかね、そういう感じなんですよね。なんか知らんけど、プロ野球の選手のカード集めてるとか、コイン集めてるとか、そういうイメージになっちゃうんですよね。ですから、まあそういう時は、こういうことですね。What do you do for fun とかね、そういうふうに書いていただければ、もうちょっとこう大人っぽく聞こえるということですよね。大人っぽく聞こえるということですよね。まあそんなんが、違うかな。で、What is your hobby っていうと、なんとなくね、あれだって言ってるんですよね。まるでこうアナウンサーなんかのインタビューを受けてるような、そういうイメージにも聞こえちゃうので、やっぱりもうちょっとこう親しみのある感じで、書いていただいたらいいかなという、そういうことがありますよね。まあそんなあたりが日本人が使うちょっと気になるちょっと不自然な英語っていうかな、もちろん間違いではないんですし、意味も通じるんだけれども、ちょっとずれてると言いますか、なんとなくうんと引っかかるという、そういうことですよね。まあそういうのはまだ他にもいろいろありますけどね。まあとりあえず今日は、そんなものをちょっと参考に挙げてみました。まあ試験も近づいてることですので、まあこれはこういうのはね、試験には出ないよね。はい、心配しなくても出ませんね。やっぱり単語とかそんな感じで出ると思いますよね。はい、頑張ってくださいね。なかなか難しいですけど、前回のね、英検1級の単語試験は難しかったですよね。私もやってはっきり言って、あかんかって。あかんかったですね。はい、普通はそんなひどいことにはならないんで、僕の前回はね、しんどかったですよね。でもって受験された方の後で感想を聞いたらね、一応私勧めてますのは、一番最初に作文から始めてください。で、作文をやって、
って、それから単語行った後普通のところに順番通りに行ってくださいって言ってやるんですけども、でこの単語のとこ行ってあまりにも前回の試験が難しいんで、そこでガツガツガツってやられちゃって、もうなんとなく繊維喪失して、あとはもうオラオラと来てこううまくいかなかったって言われてる人、何人かおられましたけれどもね、まあそうこう、まあ難しい時もあるんだけれども、まあまあ、その辺でね、精神的にボーンとやられちゃわないようにしてほしいですよね。極端な言い方したらね、半分はちょっとひどいけども、半分以上できたとしても、25問あるからね、13問か4問ぐらい、実は15問ぐらいで合格されてる、それも結構高得点で合格されてる方いてるんですよ。ですからもう単語のとこでね、15とか14ぐらいしかできなかった、ちょっとあかんかったと思われても、それ以外のところで挽回したらね、十分取れるんですよ。ですから最初に単語で難しいのがたまたまね当たったちゃって、心理的におじけづいちゃって、次からうまくその下へ行けないっていう、それはもったいないですからね。どういうのかな、やっぱりメンタルも鍛えとかなあかんよね。そういえばうちの息子は野球やっとった、今はもうやってませんけどね、料理人やけど、息子は野球やった時ですから、野球のね、私もいろいろ研究したり、しょっちゅういろんな、読んだりして調べてましたら、プロ野球のピッチャーの話でですけどね、要するにね、ブルペンですんごくいい球投げて、こいつ使えるでって言って、マウンドへ上げると、もうよれよれになって、あのやつとかね、そういうふうになっちゃったらダメなんだよね。ね、ですから、すごい大投手の方が言われてましたけど、ね、そのブルペンでいくらすごい球食べたって、そんなもん話になれねえと、マウンドへ上がって、9回裏、ノーダンで、ランナー全員満塁背負って、そこでビシッと決めれるかどうかでピッチャーの進化っていうのは決まるんやっていう、そういうことですよね。単にピッチングが上手いだけじゃダメで、それだけのものすごいプレッシャーの中でなおかつ自分のピッチングをビシッと投げるかどうかが大投手か平凡なピッチャーかの、その分け目、うまさだけで言ったらね、そもそもプロのピッチャーで採用されてる方はみんなうまいんだよね。その下手な人がプロのピッチャーなんか行くわけないんだよね。だから、そこは全然意味ない。だから、マウンドに立って、その9回裏、ノーダン、もう満塁、で、相手4番バッター出てきて、そこで、ほんまに実力が問われる。それと同じですよね、試験もね。そこで実力が問われるわけです。そんなんでね、単語でちょっと難しいの出たりで、つまずいて、あと、よれよれになって、あかんかったって言われたら、もうそれはもうブルペン投手だけやでって言われちゃいますよね。大いに頑張ってください。